国際モーツァルテウム財団は、オーストリアのザルツブルクにある、ヒエリ民間財団。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの研究、出版、コレクションの収集を行う世界的な機関である。また、モーツァルト美術館の運営、国際モーツァルト週間の開催などの事業も行っている。国際モーツァルテウム財団の建物は、マカルト教に近い新市街に位置し、以前は、 ザルツブルクモーツァルテウム大学と同居していたが、現在は財団単独で入居している。隣接する大ホールも財団の管理運営下にある。財団の自筆講コレクションには、モーツァルト自筆の手紙が約190通、父親彼のものが約370通、そしてスケッチや下書き、自筆スコアを含む100品以上の自筆講を保有している。モーツァルティアーナ図書館には、 約3万5千点があり、世界一大規模なモーツァルト図書館である。1954年に歴史批判的新モーツァルト全集の刊行が開始され、2007年に完結。なお、国際モーツァルト財団では、モーツァルトの全作品の楽譜をデジタル化し、ウェブサイト、運オンラインで無料公開している。1956年以来、毎年、 モーツァルトの誕生日1月27日の前後に開催されるモーツァルトとその周辺をテーマとした国際的音楽祭である。2006年はニコラウス・アーノン・クールがアーチスト・イン・レジデンスを務めウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団をはじめとするクラシック界のモーツァルト演奏家がモーツァルト生誕250年を祝った。二千七年はモーツァルトの作品に加えてジェル・ジュリゲティ ピエール・ブーレイズ、アルバン・ベルク、ジョン・ケージ、オリビエ・メシアンなどの現代の作品も上演される。二つのモーツァルト美術館でモーツァルトが残した品々を保管している。ゲトライデが背にある成果は近年修復された。マカルト広場に面するモーツァルトの住居は1944年10月のザルツブルク空襲で破壊されていたが、1996年日本の第一生命保険が、 資金の大半を拠出して再建された。内部ではソニーの提供した音響機器でモーツァルトの作品を鑑賞できる。ザルツブルクの東南東2 4トルに位置するザンクト・ギルゲンの軍裁判所内にはモーツァルトの母、アンナ・マリア・バルブルガ・ペルトルが生まれたモーツァルト記念館がある。モーツァルテウム大ホール座席数約800席のモーツァルテウム大ホールは 1910年から1914年にかけてミュンヘンの建築家、リハルト・ベルンドルにより建築された。新市街のマカルト教にほど近い、旧モーツァルテウム音楽院の校舎、現在の国際モーツァルテウム財団の建物に隣接する。ホール内部は美しい装飾で飾られ、室内楽やモーツァルトサイズのオーケストラには最適な音響である。 夏のザルツブルク音楽祭では主にモーツァルテウム還元楽団が演奏するモーツァルトマチネや室内楽の会場となる。また座席数約200席のウィーンホールも同じ建物にある。さらにホール裏手にはバスチオン庭園があり、モーツァルトがマテキキロボルト620の一部を作曲した通称マテキの小屋があり見学ツアーがある。ありがとうございます。